こんにちは。どうすればいいんでしょう。わからん。君、すまないが。12番金庫には鍵を持つ方を中にご案内したら扉を閉めろとの指示がありますので。え？嘘！え？幸運を。先生、ずいぶんなもてなしじゃないか。あ、でもね、なんか、どうあるよ、奥に。ここにはきっと何かがある。レベリオの出番か。レベリオ？ああ、出現呪文だ。こういう時に使える。鬼が出るか蛇が出るか。杖を構えて集中したまえ。あ、え、なになに、どうするの？え、呪文を習得するにはなぞってしっかり杖をしっかり持って呪文の軌道をなぞりましょう。え？ああ、そういうこと。うん、ちょ待って、めっちゃ難くね？めっちゃ難くね？お、レベリオ。レベリオ。あった。何か見えました。近くまで行って調べてみよう。何かもう全部壊せるように見えてきちゃう。どうしよう。あ、待って、レベリオを唱えるって書いてある。レベリオ。扉だ。おお、すげえ。一歩前進だな。また紋章か。もしかしてまた何か。はい、先生。なんかね、紋章にポートキーの箱と同じ光が見えません。君に手がかりが見えるのだとしたら、この金庫に隠された秘密を解き明かせるかもしれんな。先行してくれ。調べる。ルーモス。お。普通の金庫ではないな。正解を見つけないと出られない仕組み。そうだろ。正解ってどういうことですか。え、俺もそれルーモスって使いたい。僕らは試されてるってことですか。おそらく。目的は分からん。ちょっと、点々と、どこにも行かないで。まずい事態が起きても、グリンゴッツでは姿くらましが使えん。あ、あれだよね。あの、姿くらましっていうあの、布だよね。原作でも被ってたやつだよね、ハリーたちがね。それとも、姿くらましっていう術っていうか呪文があるのかな、魔法が。え、俺もその、ちょっと光るライトちょうだい。先に何かあります。なんだ、あの光です。今度は床に。どこ行くの。そっちじゃない、こっちだよ。そっちじゃない。おい、え、おい、ルーマス、何があった。光の方に進んだら地面がいきなりうねうねと動き出してきて。怪我はないかね。あ、はい、なんかあるよ。平気です。君のおかげで床に変化が起きたぞ。像がある。像だと？床に映り込んだ景色に像のようなものが見えるんです。レベリオ。レベリオ。床に映っている像というのはこれのことだったか。そうです。床にもまだ見えます。でも像の向きが合ってません。あ、動いたら反射が光の方に向かって動きました。うん、ルーモスを唱えてみなさい。光の方向って逆なんだ。ルーモス。ゲイ。杖光の呪文ルーモスを覚えました。この呪文は自動で呪文セットに割り当てられます。ルーモスを使うと杖の先に光が灯り、暗い場所でもよく見えるようになります。お、ルーモス。ルーモス。いいぞ。今度はこっちの方を向いたな。光を追いかけて。同じようにやるんだ。おお、怖い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 。お、はい、おい、それ下。おお、
なに、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 危ない。あプロテゴ、おお、信号車守れ。お前信号車守る方じゃないの。なるほどね。オッケー。オッケー。危ない。あ、敵の攻撃にプロテクをかけろって言われてる。プロテコかけたって。ちょっとプロテコ、うわー、プロテコかけられない、どうしよう。痛い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 、マジで痛い、マジで痛い。ちょっと待って、プロテコができない。よし来い。さあ、ちょっと来た来た来た、いいよ、もう一回来い。オッケー、イエス。危ない。オッケー、ちょっと一回回復しとこう。離れるんじゃないぞ。離れたくないもんだって。レベリオ、あ、はい、レ先生、はい先生、先生、どこですか。これはまずい。ちょ、置いていかないで。どこに向かえばいいんだろう。レベリオ、なんだろう、魔法の光が案内しようとしてるみたいだ。ルーモス、本当に本当に、ちょっと怖いよ。あ、あそこに行けと言ってる。ごめんね、ちょっと、ね、宝箱がさ。レベリオ、プロテゴ、間違えた、違う、ルーモス、そう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 、楽しい楽しい。レベリオ、ルーモス、すげえ、一生やってたいかもしれないこれ。まあ、ただ今度3つ、レベリオ、今度は一人でやらないと。ルーモス、うわー、合う位置があるってことね。ここか。やるしかないか。戦わないと出られない。なるほどね。うい、た、た、あのね、多分ね、あの頭の上にマークが出たときにこうやってやるんだね。オッケー。次は。プロテクの呪文に成功した後、 Q を押したままにするとスティューピファイを使って敵を麻痺される。おー、すごい、やってみよう。プロテゴ、あ、できない。え、ちょっと待って、もう一回、もう一回、来た。あ、危ねえ。あ、あ、あ、痛い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 、来た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 。オッケー、オッケー、よし、オッケー、完璧。終わった。おしまい。ルーモス、レベリオ、あー、特にないね。こっちか。どっちどっちどっち。うん、こっちか。レベリオ、宝箱っていうのはなさそうだね。お、なんか出てきたよ。レベリオ、ルーモス。オッケー。
これじゃない、これか。調べよう。なんだ、なんか置いてあるんです、真ん中に。レベリオ、ルーモス。なんかあれ、何、おい、あ、レベリオ、強制的に戻されちゃうんだ。じゃあ行ってみよう。あ、え、めちゃめちゃ水の中じゃね、そんなことない。39円、あ、めちゃめちゃあれだよね。ちょっとごめんね、宝箱の目がないんだ。 OK、 やだよ、パンドラとかすごいだからね。レベリオ、プロテゴ、間違えた。ルーモス、ルーモスあんま意味ないか。なんだこれ、杯かなんか置いたんぞ。取るの取っちゃった。お、フィグ先生、無事だったか。どうやって、ここは一体なんだ。わかりません。でもこれがありました、水盆に。それは水盆ではない、ペンシール、記憶を見るものだ。もしよ、あ、垂らすんだ。真似しなさい。はい、真似します。お、原作で待った、これ。これなんだ、ダンブルドア先生か。ダンブルドア先生にしては日が短いけど、終わったぞ。ポートキーは隠したが、我々の作った道がどうなるか。大丈夫、心配ない。古代魔術の痕跡を見られる者が必ず見つけてくれるさ。パーシバル、見えないものが見えるだけではダメなんだ。この道を歩む者には大きな秘密が託される。血眼になって狙う者がいてもおかしくない知識なんだぞ。分かってる、私たちが用意した。この試練を乗り越えられる魔法使いなら問題ないはずだ。その知識と責任を任せられる。できることはしたが、もしかしてこれか、君に見える光は。そうですね。驚いた、魔法が見えてる。いや、これは古代魔術の痕跡だよ。ミリアムはずっと存在を信じていたが、一度も。ミリアムも多分ジョージも何百年も眠っていた知識のために死んだのだろう。君はおそらくその理由を解き明かす鍵だ。私とは部屋の様子が随分違いますね。誰か来るぞ。何者だ。わかりません。ですが入ってはいけません。さっきのやつらじゃない。やはりそうだ。あ、ランロックだ。ランロック、おお、俺のことを知っているのか。誰もラッカムの金庫を訪れないのではと思っていたぞ。一体なぜここに。その必要はない。ただここで見つけたものを全てよこせ。そうすれば見逃してやる。ですが鍵はこの方たちが。おい、余計なこと言うなお前。言葉には気をつけた方がいいぞ。
あの、そういう指示ですから。12番金庫の指示は非常に具体的で、あの、お願いします。鍵の持ち主しか入れてはいけないのです。あなたは違う。言葉には気をつけろと言っただろう。で、どこまで話した？お前には何も私はしない。そうか、お前が連れている若いのは役に立ちそうだな。おお、フィグ先生。あ、次が見えた。先生、こっちです。あ、危ない。間に合う。怪我はないか？はい。あんなに強いゴブリンは初めてだ。奴は魔法をかけてもびくともしなかった。今度はどこですか？信じられん。あの森じゃない、有名な。あのペンシー部にロケット、そしてその両方へ続く道、君のようなものを探していたようだ。来たまえ、組分けの儀式が待っている。すっげえ鳥肌、すっげえ鳥肌当たってる、すっげえ鳥肌当たってる。よかった、組分けに間に合ったようだ。服には詳しくないが、その方がらしく見える、きっとな。すげえ。さて、すぐにでもロケットを調べたいが、まずは魔法省に連絡だ。ジョージの死を伝え、ランロクへの注意を促そう。とりあえず今夜のことは秘密にしておいてくれ、私と君の。もちろんです。ありがとう。組分けに出よう。ああ、まさに今やってるじゃん、あの帽子で。どうした、どうした、どうした、どうした。フィニアス・ナイジェラス・ブラック。この学校の、え、校長だ。そうなの？フィグ、ずいぶん遅い。ブラック先生、組分けダンブルドア先生じゃないの？終わったぞ。少々事情。事情だと？どうやらゴブリンたちが。やめてくれ。ゴブリンだと？与太話に付き合っている暇はない。さすがの私も我慢の限界だ。運が良ければ今夜中に君の組分けができるかもな。また連絡する。ありがとう。
ズリー先生、もう一人組分けを頼む。ようこそ、間に合ってよかったよ。かけなさい。おや、なるほど。他の生徒より少し年上だね。君は期待を胸に抱いてここへ来ているな。希望しているもの、予想しているものがある。早く授業を受けたい。早く探索をしたい。探検をしたい。早く探検をしたい。ホグワーツや城の外の世界をたくさん探検して回りたいな。いかにも冒険心を持つことで手に入れられるものは多い。だが君の先生たちも多くの知識を授けてくれるだろう。はてさて、君の中には何かが感じられる。何らかの感覚。これは何か。勇気、好奇心、中心、野心。勇気じゃない？好奇心。いや、勇気だろ。冒険心？まあ、いろんなものを怖がらない度胸はあるかも。おや、飛び抜けて果敢な勇気の持ち主だ。大胆不敵、未知なるものに屈しない人間。必要ならば一人でも前へ進む。グリフィンドールがいいかもしれんな。おお、グリフィンドールになった。あ、グリフィン、これさ、結構なんだっけ、 4つくらいあるよね。ちょっと先調べてもいい？まあ、しょっぱなに選ばれたグリフィンドールにしよっか。はい、いきます。存在感のあるやつ、すげえ実績のロックの仕方だな。ならばグリフィンドール。あ、グリフィンドール。おお、赤くなった。おお、すごい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 。イエーイ。何がどう違うのか全然わかんないけど。そうだ、最後にもう一つ。先日の春の決勝戦で負傷者が出たため、今年はクィディッチのシーズンを中止とする。すげえブーイング。気が済んだかね。何も飛ぶのを禁止するわけではないよ。まあ諸君次第だがな。学校とは将来に備え学ぶための場だ。授業が始まる前にやることが山ほどあるはずだぞ。もう一度言う。明日授業が始まるまでにやるべきことを済ませておきたまえ。なんかすごい厳しい。やだこいつ、嫌い。派手な投稿だったね。はじめまして、私はレイズリー先生。新入生を談話室に案内したまえ。かしこまりました。ダンブルドア先生が。やだこいつ。ウィーズリーよ、よろしく、ね、よろしく。ウィーズリー先生、イースト先生、イーストそう。こう見えて副校長でね、今から寮の談話室に案内するよ。あれ最初の手紙に書いてあった人か。ありがとう。5年生から入学するなんて異例だよ。かなりの冒険だね。楽しみにしてます。グリフィンドールの談話室に初めて入った時のことを思い出すよ。先生もですか？今だってそうさ。ただ当時は合言葉を覚えられなくてね。合言葉？合言葉は？合言葉は？合言葉はグラータドマム。グラータドマム。お入り。グラータドマムね。やべ、これ絶対忘れないようにしないとやばいね。グラータドマムね。グラータドマム。よし、グラータドマム。オッケー。さあ、入って。休みなさい。これから忙しくなるよ。では明日、最初の授業に連れて行くからね。ありがとうございます。ありがとう。どうも。ホグワーツ最初の夜を楽しむといい。おやすみ。おやすみなさい。
すごいすげえ。みんな行っちゃったみたい。談話室に行ってみよう。お、すごい。それぞれ部屋があるんだね。面白いね。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。多分ね、2分割、3分割くらいに分かれてるんじゃないかな。はい、ということで、かなり作り込まれて、ちょっと面白いね。鳥肌だったか、立ったよ。めちゃめちゃ鳥肌だった。本当にちょっと前に USJ に行ってるから、ちょっとすごいね、楽しいよ。本当に面白い。はい、ということで、次回もお楽しみに。バイバイ。